はい、まず監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、私葛飾区に在籍しております、梅田レッドホースの、谷川と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。普段の練習場所はどのあたりでされてるでしょうか。はい、日根川グラウンドと、堀切のグラウンド、それから梅田小学校でやっております。はい、最近の主だった成績を教えていただけますか。はい、高学年が、新人戦で、はい、葛飾区の大会3位という成績ぐらいですね。はい、おめでとうございます。チームの基本的な考え方などありましたら教えてください。はい、礼儀、感謝で道具を大事にする、まあそれは基本的なことなんですが、はい、とにかく野球を楽しもうということで教えております。はい、ありがとうございます。月々の部費はどのくらいかかってるんでしょうか。はい、1500円です。はい、合宿などはされてますか。合宿はしておりません。してないです。はい、普段の練習時間は大体どのくらいされてるでしょうか。そうですね、朝から、まあ、夕方まで、はい、まあ、グラウンド取れますので、はい、1日やっております。そうですか。はい、土日やってられる。土日祝日。はい、はい、チーム独特の練習方法とかトレーニングなどありましたら教えてください。そうですね、最近打撃の練習を特にやってるんですが、はい、とにかくまあ、フルスイングしろと、はい、振って振って振りまくれという教えをしております。最近やはり打撃結構中心にやられている監督さん多くなってきました。そうですね。はい、体験参加などはされてますか。はい、ホームページの方にアップしておりますけれども、はい、随時参加しております。はい、監督さんをされてて良かったことってのはどういうことなんでしょうか。そうですね、やはりできない子が何でもできるようになったり、そういう前向きになってくれた時が一番嬉しいですね。なんか悩んでることとかございますか。悩んでること、そうですね、先ほども負けたんですが、はい、最後にこう勝ちきれないところ、ここはちょっと今の課題かなと思っております。はい、最後になりますけど監督さんから一言ありましたらよろしくお願いします。はい、葛飾区梅田レッドホース、最近頑張っておりますので、ぜひ、はい、我がチームで一緒にやっていきましょう。はい、今シーズンの活躍を期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。